どうもー、影山です。今日は2021年4月23日金曜日、金曜日の朝の空、これは快晴ですね。快晴、気持ちいいぐらいの青い空ですね。ということで今日は金曜日なんで、一般の方は、今日で、仕事を、1週間の仕事納めぐらいになるんかな。僕は1週間のスタートが金曜日ということで、昨日木曜日、休んだんで、金曜日と、金曜日から、1週間のスタートをさせるというところであります。でですね、この山中です、光がこう今当たってる光、分かりますかね。こう光がこう綺麗に当たってる山中、なかなか、育ってきて、もうそろそろ刈り取ってもいいかなというところで、親父もいいかなっていうふうに思ってるみたいなんで、まあ今日ぐらいね、もしかしたらもう刈り取るかもしれない。だから食べるということですね。で、昨日ね、野菜買ってきました。ですね、昨日きゅうりとね、唐辛子ですね。どこに置いたのかな、あ、これか。これですね、まだちょっと植えてないんですけども、まずこれが唐辛子ですね。唐辛子、これですね、唐辛子のこの苗をね、ちょっと父親に一緒に来てもらって、どういう茎がいいか、ちょっとこう太めに、なってる茎の方がいいということなんでですね、これを買ったと。で、きゅうり、まあまあもうあの前のきゅうり赤いようになったんで、今回は、ちょっとね、高めのきゅうりですね。300円超えるきゅうりですね。前は100円のきゅうりやったんですけど、で、300円超えたきゅうりをちょっと買ってみました。これもね、茎がこうちょっと太めになって、こうそれなりにこう葉っぱがこう広がってる状態なんで、これを選んでみました。これで、再チャレンジということですね。で、父親はその時にまたこうナスですね、ナスをこれ買ったんですね。ナスの苗を買ってるんで、これも植えると。で、横は花は、父親が好きな花ですね。好きな花、違う、その花が好きなんでいろいろ買うんですけども、ということで昨日はね、この、唐辛子、きゅうりを買いました。ほんでもう一つナスですね。この3つをプラスして、こうこれから育てていくということです。で、産地はもうほぼ、出来上がってるんでですね、産地ですね、これはもう結構出来上がってるんで、もう刈り取ってもうこれでなくなる状態ですかね。もうまた生えてくることはないんかな、ちょっとよくわかんないですけど。1センチって書いてあるから、わからない。ということで、今日もね、張り切っていきましょう。ということで、ありがとうございます。